今日は掛け持ちで何個か島に行かせていただいている2個目の島なんですけど、メビウスさんとこ行こうとしたら堀江さんから24秒前にさ YouTube でコメントの返事いただいたのに誰か招いてるってすげえなと思ってるんです。しかも堀江さんのコメントはめちゃくちゃ面白いですね。ちょっと緊張するぐらい面白いですね。だからこっちももっと面白いこと言わなあかんのじゃないかとかって緊張しちゃうんで、ちょっと癒されにメビウスさんの島で何も考えない旅行に行きたいなと思いますけども、さっきだってハチコさんのとこ行ったんやけど、それも緊張するでさ、やっぱメビウスさんやったら全然緊張せんの。楽な旅先も行きたいよ。やっぱ緊張する旅先も行きたいし、なんも持ってかんでもいいような旅行もしたいんですから、行きたいなと思います。さあどんな感じになる、てか行ったことないけどね、でも行ったことはないんやけど、他のゲームとかでいろいろ遊んだことあるから、あっていうか男やから、全然緊張しないですよ。なんもないねこれまたなんで旗だけ完璧やなんで旗だけか、あ結構あれ結構ちゃんとしてるやん、ハチコさんのところぐらい。あれもうあそこにおもてなされてたんやけど、なんか化石とかが、ごめん何も持ってかんといて。一応パチンコで今取ったもんだけ渡しますけど、パチンコ壊れちゃったんですよね。そのハチコさんのところで全部あげた後に一回戻って取ってまたっていうことになっててやってますけど、何なんですかね、この男と島で2人で会うことって何なんですかね、これ全然楽しみ方がハチコさんとこと違いすぎて、これなんていっぱいあんのこれ。今ね、今日はサプライズゲストも実はね、メビウスさんにはまだ言ってないんですけど用意してありまして、もう何も言わんやん。漫画を読み終えたばっかりの顔やろ、またアニメを見終えたばっかの顔なんじゃないそれ、これあげますわ。今日取ってきたもんと今日作ったもんと、あれ、いらんもんばっかやったりして、これ何、包丁スタンドありがとうございます。キッチン計画、かき氷、ミニ冷蔵庫、冷蔵庫多いな冷蔵庫バター攪拌機いいな、かき氷機いいな、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。これ工具箱、へー、どんなやろ、木製テーブルミラー、あ、それ持ってるよ、木製テーブルミラーは俺。あ、これ覚えよう、さっきのやつ。オレンジの壁、あーなるほどな、壁紙シリーズね。オレンジに果物の壁紙シリーズが多いんですよ。水切りラックめっちゃあるやん、めっちゃいらんがってるやん。素焼きの食器いいっすね、ありがとうございます。任天堂オンライン、似合うねそれ、僕が今あげたやつね。ちょっとそれでこっち向いて
余り物ほら余り物じゃないです、今買ったんですよそれ。買ったんですよ。化石もいらんので持ってって。あ、トムズオンラインになって、何その格好は。この格好の下りは前の動画を見てください、お願いします。いいの、ありがとうございます。すいませんね、化石だけ俺のとこすっげー完璧になってくから。あのチキンさんにすっげーたくさんもらったんですよ前、実はオフラインっていうか、そのあの時に、あの録画してない時に、あ、録画したけど載せてない時に。オレンジあげようかな、これ1個だけ食べよう。あ、食べれんかった。これ揚げたみたいになってる揚げたみたいになってるけど、拾えんから揚げてるだけ釣り竿あげようか。釣竿なんていくらあってもいいやろまだここしかいないんやけど、ここにしか。かわいらしいね。なんやろな、この島の主が男やってもう分かってる状態でやるっていうことで変わってくるっていうのは、こう完全に差別ですね、俺の中の差別なんやろうけど、しゃあないよ、そうじゃない、みんなも。ここがもし女の人やったら可愛い可愛いって言ってるやろうけど、人のところで釣りもせんかったでね、女の人のところでは。俺なんかこれいいやつか白春のなんかこれそういえば俺写真撮ったやつさ、ブログに上げたら結構いい感じになったんで、もしよかったら見といてくださいね。前のま、前のあれの時にさ、痛いどんどんゴミ捨ててくっていうね、ここに。すいません。そっか、生き物は釣れば持って帰れるんか、マルチでも。あ、すごい、花ちゃんと交互に置いてあるやん。マコ、ジョウロマコ、これ喜ばれるかな。俺まさか去年のゴールデンウィークさ、で旅してたんですよ。で来年はどうなるかなっつったら、自粛期間でネット上でいろんな視聴者さんの旅しに行って、じょうろで花にさ、水まくとは思ってなかったです。意外と花好きなんやな。でこれさっきもハチコさんに巻いたんやけどさ、あんまり喜んでもらえないのなんでなの、これ水まくことが。あんまり別にいらんのか、この水まきは。俺がまく必要もないのか。こんなにオスとメスでこれか迎えてますぞみたいな。入ってみましょう。それでね、ちょっとベリタスさんに連絡をします。ここでベリタスさんを呼ぶとは言ってないんですけれどもね。よし、お、なんかいいの売ってんじゃない。っていうか俺んとこより普通あれ進化してんな、やっぱり。あ、すげえ、これマネキン買いしたいんですよね、いつも俺も服買いに行った時。あ、マネキンコーディネートっていうのはやっぱりマネキン買いしちゃいますよね、なかなかなくて。あ、全部じゃいかんのよ、すげえウエスタンね、おしゃれは足元からって気づいたんですけど、今俺裸足なんですよね。おかしい、何もおかしいって。いっぺんこれ履いて使用済みを
チキンさんに送ろうかな。あ、ポニョミちゃんのポニョミさんのご飯粒や。ご飯粒やねってね。芋売ってますわ。芋売ってますわ。そういうことね。これだから1日1回しか変わらんけど、人のところに行けばすごいいいものが売ってるってことですね。俺この服装好きなんすよね。なんか俺これなんていうやつなの。ペザントブラウスっていうやん。これ好きなんすよね。俺この服めっちゃ買い物楽しんでるやん。なんでやろう。なんでベリタスさんとの会話を楽しまんのやろ。男やでか。え、買ったのか俺。買ったのかな。買ってないよね。だって物いっぱいないで。物いっぱいなんですけど。あれ買ってないよね俺。買いたかったけど。今すぐ着るとかなかったんですね。買っていいかやっぱり俺。今度いくらあってもいいやつを代わりに置いてってあげようかな。どこにいる？あ、会場ある。あ、水撒いて、会場に水撒きました。じゃあ、どこ行ったんやろか知らんけど、この使ってたやつ置くか。この使ったやつってちょっと壊れかけてるんかな。ちゃんと誰かにあげたらリセットされるんかな。それがちょっと分かんないですけど、使ってたやつの方をあげるというケチさを渡しといて。あ、すげえすげえすげえ。ハッピーバースデー。何、誕生日やったんや。すっげえ綺麗な字書いてる、ムチキンさん。そうなんや。何何、めっちゃ喜ぶ。え、全然知らんかったんやけど俺。シャンさんか今の。メーデーだな、もメーデーだな、も日頃の感謝も。俺のところも来てるね。わかりました。何、誕生日いつ。ちょっと待って、ベリタスさんから来てるで。早っ、ベリタスさん。ちょっと待って、俺が閉じんかったら入れんのかな。誕生おめになっちゃう。ちょっとベータさん来たで、ごめん。わかったわかった、ちょっと待って、誕生おめでいいか。誕生おめになってしまいましたけど。お、なんかいた。来るんや。あー楽しいな、男三人でも。3人とも田舎者やけど。イースター終わってないっていう笑い、笑いね。イースター終わってないっていう笑いや。絶対そうやって、それは。
か、ただ単に立ち上げたのめんどくさかったんです。さっきだって録画前にパンって立ち上がった時にオーバークック2って出たから、昨日そのままホームボタンでライブ後、閉じてて、閉じて、そのまま開いたらオーバークックが立ち上がってしまったプッシュ通知やろ、あれ。で、その前はさらにあつ森で、この前メビウさんと遊んだ時に、メーテじゃねえや、チキンさんと集まった時があったんやけど、その時イースターで遊んだから、その時のままやろね、多分。っていう、だから笑いとかじゃなくて、その時のままっていうだけなのかもしれないです。意外とおしゃれに囲むね。あ、来た。化石を開けよう、化石を開けよう。水切りラックも開けるか。1個おいで。あれ、1個多かったっけ。俺があげたみたいになってるね。ずっとなしな。いつまでこれで笑い取れるかな。昨日ライブでみんながさ、梨の絵で笑ってるんって、すごいっすよね。梨一本で、芸人で言ったらゲッツーと一緒よね。だから一本でずっと言って、それであゆかさんまでが梨で笑ってるっていう、そこまで行くんやっていうね。めちゃくちゃ時間の無駄やねな、この集まり。言っとくけど、いや時間の無駄やろこの集まり。何これ。無駄やな。こっちで写真撮ろうか。ここで、ここで写真撮ろう。梨うめえ。でこの3人で撮る。悪いな。ああ、面白いこれ。これ、さっきハチコさんとこにあったやつや。そうなんや。ここで芸能人、芸能人じゃねえわ、新しい人を迎えるのね。ドラビルの時と同じついてき方してるね。ちょっとずつ花早咲かしてるんでしょうか、これわざと。それとも最初からそこなんでしょうか。何もないな。はしご持ってない人いるんかな。あ、いる、いない、いない。すげえ。何にもすることなかった、ここ。乗り上がりゾーンやん。あれ高い位置が。でも俺のところ、ここすぐ海なんやけど、ちょっと違うくなってるのかな。かわいいな。かわいい、かわいい。あ、すげえ。何これ、すごくない、なんか今のこれ。あ、これすごい、なんかすごいのいるんやけど。
今どこ行ったやろ。いたいたいた。これ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 どうこれどうこれ。取って。ない網ない網ない。あこのその出し方しかまだできんのかい。カサさんない。ないんやしかも。あかめっちゃ面白い今の。この一発でこれって途中からやもんね。この機能ってないのにプロン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 つってこうやってやってなかったっていうね。こっちやでメイビューさん、こっちやで、こっちあれどこ行った。この出し方。あー今の面白いわ。今日一今日一ですね。車内で水あげとこ。いなくなった。何このちょっとだけ揺らすとこ感じ。なんでしかもなんでメビウスさんがメビウスさんじゃないわ。ととして取ってポケットいっぱいのパターン。取ってポケットいっぱいのパターンです。なんで取るのって言おうとしたら取ってとポケットいっぱいのパターンってのもっと面白いしな。お気に入りリングないのね。お気に入りリングないから遅いのね。こんな場所どこにでもあるやん。こんなとこで3人でいてもまだ22分しか、さっきハチコさんとこさ気づいたら50分とかやけどまだ22分しか経ってないんや。すごいな。そりゃそうやわな。楽しいと時間は早くすぎる感覚は全員一緒やと思いますから。あれこれすごいやついるんじゃん。あれじゃあ俺んちと一緒やん。俺んちと一緒やん。これ話す意味ないんか。あんまりなんかくれるときない。マリモさんが気に入ってくれてただけか俺のこと。チキンさんの島では。立ちになるけどこっちは。空気読むな。すごい空気読むな。すごい綺麗、すごい綺麗。ここすごい綺麗だよ。何ここ、すごい綺麗だよ。ここメビウスさん入らんかな。こっちほんとはすげえ、すげえ雨降ってきた。すげえちょうど早い傘さすの。あかな、かなじゃない。やった。傘の速さね。俺はマスクあるから。じゃあこれ。写真撮ろう。なんで傘持ってて網持ってないね。超贅沢な時間だけど逆に超贅沢な時間を過ごしているな。これ写真撮ろう。
な時間寝っつの。あと30分ハチ子さんのところにいた方が良かったわ。これだどこなんでしょう。トラコの家結構いるんだな人。戻れんくなってるけど。あ傘くれた傘くれた傘くれた。すげえちょっと傘優しい。あかん好きになるちょっとこれやっぱ男でも。すごいちゃんとできてるやん。すごいちゃんとできてるけど傘の方がやっぱり俺興味があっちゃって。入れ違いやな。え俺どこ。あれやばい。あびっくりしたバグったかと思った。この出し方でいきますわ。メビウスさんあそこに来んかな。デリタさんってイケメンですよね。なんかあ何あの歩き方。あすごい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 。そこにちょうど入れるんや。こんのやメビウスさんは。じゃあ二人でいいや。すごい家やなこれ。すげえ贅沢。まあまあ作り込んだよな。座れんパターンね。これなんで座れんのいつもメビウスさん、あベルタスさんと俺が真ん中すぎるやなこれ。すごい分かって、あすごい端っこと座ってる。本当にこれ真ん中座れるんや。そういうことなんや。だからこの前もチキンさん来た時座れんかってん。一人しか。この携帯ちょっと出して戻すのとか可愛いんですよね。これメビウスさんの部屋なのかな。メビウスさんの部屋やねここ。結構几帳面に傘預けてるんですね。これあるんや。プロレス好きになってみたいになってるけど俺が。勝手に開けてるぞあの人。はあ、はあ、面白い。喋らんし誰も。これな。目ちらつくちらつく。これな。あれ降りれんのじゃないの人。びっくりした降りれんくなったかも。
掃除機なんであんなでかいので掃除しながらのやろ。あのカジキのやつくれましたよね、多分俺に。釣り好きなんかな、メビウスさんって。あ、パンダいた。かっこいい、これ。かかってないや、音楽ないんや。お、そうなの？お、すごい、そうなの？これならね。そうなんや。なんですれ違った今 完全にすれ違ったよね今。あ、株や、さっき見たやつ。へえ、これね、株を買ってあえて置いといて、あれを売るっていうことなんやろね、普通に単純に。株の仕組みって。あ、カウボーイになってる。買い物したいな、さっき。買い物してないか、たぬき商店では。花好きやな、メビウスさん。なんか何も喋ってないのにやってるの。あ、バラン、あ、あ、すごいこれ。まあな、いくらやろ俺。ってよかったんかな。ベリタさんに言ったんじゃないんやけど ベリタさん網欲しいし、しかも ベリタさんに言ったんじゃないんやけどね。ほらに、ありがとうございます ベリタさんに言ったんじゃないんやけどね。あとでこれ動画見るやろうか。これ行ったよね。もう行くとこないわ。例えばベリタさんがさ、会社で課長とかぐらいやったとしたときに、先輩にも後輩にもバレたからね、この休みを。俺もやけど。何？何喋ってんの？あ、すげえ。なんかいる。これかわいいな、この乗り方。斧持っちゃってるし。あれ？
風邪ひきそうになってます。あ、空気読むな。メガネってことやろ、メガネって。あ、かわいい傘。これもかわいいな。あれ？今のカービィの音楽や。また音楽に気づいちゃったよ俺。聞くかカービィは。バンプオブチキンのたまたまな。なあ、今俺2分ぐらい喋ってなかったと思うので帰ろうかな。あれ今のやつや、今のタイミングなんや。むずっ。おー、もうん、これはって言った時には新規なんかな。またいた。もっかな、こっち。もかんのやね。こういったやろ、帰りたくなってきた。帰りたくなってきた。どこ行ったやろ、みんなどこ行った。何これ。あ、水着リラック2つあると思ったのここに1個あったやん。あ、いた。帰りますか。帰りますかね。すっげえ冷たい感じになってる。
メビウスさん、ありがとうございました。写真送ります。何返信とこ、俺も何やってん、食べさせておいてる。あの人は梨拾わないの。何にもないよね、挨拶とか。贅沢だ、時間やない。ヒーローの頭を送ったんですが、あ、そうなんや、俺開いてないや、まだ開封の儀。まだ開けてなかったんや。だから俺この格好なんや、ちょうど。ほな、失礼します。ありがとうございました。